ミクマク族の国旗、ミクマク族とは北アメリカ大陸東部に住む先住民族である。ミクマクとは私の友達、または同胞の意味で民族の自称ありぬ。アルゴンキン語族に属し、アベナキ族、パサマクオデ族、ペノブスコット族、マリシート族の部族とは同盟を結び、ワバ,バナキ連邦という連邦を結成していた。かつてはフランス領のサンピエール島、 ミクロン島にも居住していた。ウィグワムと呼ばれる円形の樹皮小屋に住み、森などで狩猟をして、オジロジカやアメリカクロクマ、ヘラジカやカリブー、鳥類、ビーバー、ヤマアラシなどを狩り、肉は食料にし、毛皮は衣類やモカシンにしていた。農業はトウモロコシなどを栽培し、海でカヌーに乗り魚類を取ったり、貝の採集などしながら暮らしていた。かつては、 クジラやセイウチ、タテゴトアザラシ、イルカ、ウミドリ、ロブスターなども取っていたという。ミクマク族はカバの木の皮に山嵐のトゲで象形文字を書く記憶術を持っていた。これに気づいたフランス人の宣教師、クレティエン・ル・クレルクはこの象形文字を応用して公文を作成できるようにし、教育や宣教に役立てた。現在、カナダ東部のバスコシア州。 ニューブランズウィック州東部から、ケベック州、プリンスエドワードアイランド州の5カ所に保留地を、領有している。ケベック州のガスペ半島、ニューファンドランドラブラドール州、そしてアメリカ北東部のメイン州などに至るまで、約2万5千人が定住している。ミクマク族の住む、範囲約1万年以上前に、ニューファンドランド島で暮らしていたとされ、プリンスエドワード島には、 約2000年前に到着したとされる。ノバスコシア州には7000年頃には居住していたとされる。11世紀初めに北欧のバイキングがニューファンドランド島に到着したとされ、その際にミクマク族と接触した可能性がある。1497年にイギリスのジョン・カボットがニューファンドランド島を探索し、1534年フランス人ジャック・カルティエが ニューファンドランド島、そしてプリンスエドワード島に上陸してミクマク族と出会った。17世紀以後はフランス人の漁船や毛皮商人がニューファンドランド島とプリンスエドワード島に訪れるようになる。ニューファンドランド島にはベオサック族も居住しており、フランス人と友好的な関係を築いていたが、フランス人漁師が1613年に一人の ベオサック族を殺したことが発端で、ベオサック族が復讐として、フランス人40人を殺害した。ベオサック族との関係が悪化したフランスは、ミクマク族と同盟を結び、ベオサック族をニューファンドランド島からほとんど追い合った。こうして、フランスとミクマク族は交易などを通して、同盟を築いていった。1604年に、サミュエル・ド・サンプランラフランス人入植者が、 ファンディーワンから入りアカディア植民地を築いた。初期の入植者は飢えや病気などに苦しんだが、ミクマク族の助けでアカディアは存続した。この頃アカディアの神父たちはミクマク族に洗礼を授け始め、フランス人の入植者の中にはミクマク族と結婚する者も,もあった。1620年にイギリス人がノバスコシアの入植を開始し、アカディアは100年以上にわたり、 フランスとイギリスの植民地をめぐる争いに翻弄された。1754年イギリスとフランスとの間で北米植民地をめぐる最終戦争となるフレンチ・インディアン戦争が起きた。ミクマク族は同盟するフランスの側についたが、ミクマク族と敵対していたモホーク族をはじめとするイロコイ小族はイギリス側につき抗戦した。フランスはイギリスに敗北し、 1763年のパリ条約により、カナダのほとんどがイギリスの植民地となった。フランスと同盟を築いていたミクマク族はイギリス支配に対抗して、しばしば入植地を襲撃していたため、イギリスとの関係は悪化していて、パリ条約の後ほとんどの部族の土地はイギリスの入植者に奪われていった。現在ではコミューミや保留地に定住している。 かつてはヨーロッパ人との接触により天然痘などの伝染病で人口が減ったが現在の総人口は約4万人で増加傾向にある。ありがとうございます。